私も国政に送っていただいて8年になりますが、必ず年に数度夕張のことを質問をさせていただいております。そして歴代の総務大臣には必ず夕張にお越しになっていただいて、夕張のこの現実をぜひ見て、そして感じていただきたい、このことを常々訴えて今日まで参りました。この10年間私の政治活動は夕張と共にあったと、このように思っております。夕張職員給与というものが全国の自治体最低基準以下、これも総務委員会で取り上げさせていただきました。大きく改善をさせていただいたところでございます。でさらに嬉しいことに、今夕張メロンは地理的表示保護制度、これの農林水産省第1号認定を全国で取ることができました。世界で類似品を絶対にこれは出さない、もし出た場合は日本の国が責任を持って対応していく、こういう制度です。夕張メロンは国内でのこの需要だけではなくて、今や世界に輸出ができるようになった。こうした夕張のこれからを作っていくためにも、ぜひ伊那津久氏を再び国政の場に送っていただいて、私に働かせていただきたい。この北海道10区小選挙区におきましては、伊那津久氏とお決めいただいて、何としても勝たせていただきますよう心からお願い申し上げまして、私のお話に返させていただきます。全力で頑張ってまいります。夕張といえばまず知らない人はいません。夕張メロン一度は食べてみたいってみんな思ってるんですね。やっぱり夕張メロンといえば名前も味わいも特徴がありますから、特別なブランドをつけて、そして守られるようにしていく、そういう仕組みを伊那津さんが一生懸命頑張ってこれを整えたんですね。また観光資源が夕張にはいろんなものがあるんですね。で意外と千歳から近い、札幌からも近い、夕張の持ついろいろな観光資源をもっと魅力度アップして、皆さんの生活が安心してこれから暮らせるように、公明党の力を生かして頑張りたいと思います。この政権に公明党がいることの安心感っていうのが私は一番大事なことだと思います。この選挙区では立憲民主党の人が対立候補として立候補している。しかし共産党と一緒に選挙を戦うと言ってるんですね。だけども皆さんどうですか、消費税一つ取ってもね、まるで違うことを言っています。自衛隊を立憲民主党は認めます、共産党は憲法違反だから廃止すべきです、そういう大事な政策で違う正反対のことを言う人が選挙の時だけ一緒にやろうと言っても、その先は結局バラバラになってしまう。その点をよくよく有権者の方々にご判断いただきたいと思っています。これからも伊那津久氏はこの夕張の皆さんとともに、この地域の発展のために全力を尽くします。夕張の皆さん、伊那津久氏勝たせてください。よろしくお願い申し上げます。